この間の流行り病の予防薬が無事に届いたって家族から手紙が来たんです。本当？あれで大丈夫だったのかな。詳しくはこれから調べるそうですけど、強い効果が期待できるだろうって書いてました。他に依頼したところが送ってきたものよりも完成度もすごく高いみたいです。そうなんだ、よかった。これで病気になる人が少しでも減ったらいいね。そうですね、いろんな病気があちこちで見つかって薬を作ってもキリがないみたいですけど、でもこうやって少しずつでも新しい薬を作っていけば、きっと病気にかかる人もいなくなりますよね。そうだね、そうなるといいね。でもどうして先輩はここまでしてくれたんですか？え？どうしてって、なんていうか、薬を作ってる時すごく必死な感じでしたから。ああ、私がすごく小さい頃にお母さんが流行り病で死んじゃってね。そうだったんですか。すみません、無神経なことを聞いて。ううん、平気平気。本当に小さい頃の話だから全然覚えてないの。でもだからかな、流行り病の予防薬を作るって聞いて、なんだか自分のことみたいに思えてきちゃって。先輩、ありがとうございました。全部先輩たちが手伝ってくれたおかげです。ルシルちゃんだって作り方を調べるのに頑張ってたでしょ。一緒一緒。またわからないことがあったらいつでも相談してね。私はルシルちゃんの先輩なんだから。はい、私